ジャパネットの人とかにも言ってますもん。ジャパネット今度 BS やるの知ってます？いや知らないです、はい、BS の電波取って BS なんかやって意味あるんですかって言ったらやっぱり高齢者が見るから。いや BS はね広告費も上がってるんですよ。あそうなんだ。あの要はアナログテレビの廃止で一番良かったのは、うん、全てのテレビに BS のチューナーがついてることで。あそうなんだ。だからそれ前の BS と今の BS も全然違ってて、2010年以降 BS は多分3倍ぐらいになってるんじゃないかな収入も。あそうなんですね。だってそれそうだよね。でチャンネルもこうやって変えていくから、あ地上波だけじゃすぐ終わっちゃうから BS も普通に見ちゃう。いや BS 行くと今往年の映画とか、うん、あそういうやつねいっぱいやってるよ。ただねコマーシャルがきつい。健康とサプリとなんか腰の痛みとかもうそんなんばっかだからきつい見てるのが。僕ね久しぶりにどっかに旅行した時に何もなくて、しかもテレビが HDMI アダプターがなくて何も接続できない何も接続できない。せっかく Amazon TV スティック持ってったのにみたいな。もうだから僕ちょっと反省をして、最近は何があっても大丈夫なようにプロジェクターまで持ってきますよ正しい白い壁さえあれば大丈夫みたいないや最近いいじゃないですか、あの超単焦点プロジェクターで。いやあれすごいね、はい、もう普通に100インチのモニターとかすぐできちゃうんで。できちゃうね、はい、あれはもう LED の進化のおかげなんですけど。いや本当だよ、うん、いやそれがあったんで、いや BS 見ちゃったんですよその時。最悪でこんなのやってんだ。ドリフの大爆笑とかしますからねでもまあしょうがない、見てる人マーケティングしてるから。ただねそういう意味ではね、俺一番最近見てるのはね CS ね、はい、CS の日テレニュース24っていうコマーシャルがほとんどないんです、はい。